雰囲気が全然違う。車じゃない。すごいギミック。これ皆さんよくないですか。すぐ乗れますよ。モーターズ。はい、皆さんこんにちは、モーターズの森です。今日はですね、愛知県長久手市にあります日川さんの方にお邪魔しております。今テレビで話題の日川ホームさんがね、作られたキャンピングカーのまあ部門なんですかね。実は僕1年半前からね、すごい注目してまして、もう内装の作りがとにかくね、全然雰囲気が違うんですよ。なので今回はね、その車ね、やっと取材させていただけるんで紹介していきたいと思います。モーターズ。はい、そしたらですね、今回初登場ですね、日川のえのきどさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。すいません、えのきどさん、はい、多分めっちゃ緊張されてると思うんですけど。はい、緊張します。はい、ですね。はい、はい、視聴者の方、また初めての方いらっしゃるんで、はい、簡単に自己紹介していただいてもいいですか。はい、はい、弊社の日川ホームなんですけども、はい、住宅のリフォームを中心に事業を展開してまして、はい、今回ちょっと車の方も、はい、ちょっとリフォームしちゃおうじゃないですけども、キャンピングカーの方ですね、はい、製造販売と、はい、まあ、レンタカーを始めました。なので、もともとその家を作るのが得意とされている会社さんで、はいはい、そのノウハウを使ってキャンピングカーにも生かされているというところですね。僕が今までね、紹介しているいつものキャンピングカーとはね、違うところがね、結構あるんですよ。はい、なのでちょっとそういったこだわりもね、含めて今回いろいろ紹介していただきたいと思いますので、はいはい、ぜひ今日は1日よろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、モーターズ。はい、そしたらえのきどさん、はいはい、もうキャンピングカー自体はこれベース車は何でしたっけ。ハイエースの、はい、ハイエースのロングの標準になります。を使用されて、はい、まあ、デモカーになるんですね。はい、そうですね、はい、はい、ちなみにその車両の名称といいますか、はい、名前というのは、あ、ウーデンと言います。ウーデン、はい、キーって感じですね。そうですね、はいはい、なので、まあ、そこから名前を付けられているというところですね。そうなんです。もうね、はい、早速やっぱね、皆さんみたいの内装やと思うんで、はい、基本は外装に関してはノーマルですもんね。あ、はい、そうです。じゃあもう早速中ちょっとご開帳いただいてもいいですか。はい、はい、お願いします。はい、ご開帳です。で、うおー、来たー。これっすよ、僕がイベント会場で見た時のこの雰囲気の違い。これ皆さん分かりますかね。ちょっとね、はい、中行く前に、はい、あの塗ってるっす。あ、はい、よく、え、白のボディやから本来ここ白ですよね。はい、はい、そうです。あとこことか、はい、ここ、はい、床っていうかこの、はい、そうですね、ところとか、はい、本来の外反色のところですね。はい、室内がですね、外反色と同じですと、はい、車っていう感じがしてしまう。ザ車ってバンって感じしますもんね。はい、室内をやっぱりこう、はい、住宅の部屋というところで統一したくてですね。なるほど。じゃあもう部屋としてコンセプトは作られてるってことなんですね。はいはい、そうですね、はい、だって皆さん知ってます、こことかも塗ってるんですよ。これ普通じゃないですかね。だからもう細かいっすよ、これ全部。多分まさかと思うんですけど、開けてもいいですか。あ、どうぞ。はい、塗ってます。あ、ありがとうございます。ちゃんと塗ってます。はい、あんまり僕ね、キャンピングカー紹介するとき助手席とか運転席見ないんですけども、はい、基本何もやられてないとこ多いので、はい、すごい手間かかってますよ、これ。はい、そうですね、はい。ちなみにごめんなさい、塗装がマットの、はいはい、なんか多分特殊な塗装なんですかね。なんかこだわりあるんですか、この塗装は。この塗装はですね、おっしゃる通り、あのマット、つや消しで統一してます。はい、で、やっぱり光に反射しにくいようなマット調を取ることで、やっぱ落ち着きのある、はい、元々のこの車の色もやっぱこういうような色なので、はい、ちょっと合わせました。なるほどですね、はい、まあ、そういうのもね、はい、ちょっと楽しみに見ていただきたいなと、はい、ごめんなさい。じゃあもう早速中身なんですけれども、まあ雰囲気がいいですね。あのね、どっからちょっとね、いじっていいのか分かんないんですけど、はい、まず床の方からいきましょうか。あ、はい、そもそもここのこの金具って言ったらいいですか。はい、これは何で付けはったんですか。あ、これはですね、はい、やはりちょっとこの小口がですね、丸見えになるとやっぱり危ないですし、かっこ悪いっていうのもありまして、はい、木に合うこういうアイアン色に塗装したアルミ材で加工して、はい、これアルミなんですね。アルミなんです、はい。あ、ここ普通に直角にしたら1工程減るじゃないですか。あ、でこっちも角塗ってるっていうか、はい、ちょっと手間暇かけすぎてるんちゃうですか。そうですね、まあ、でもこれはやっぱりこう乗るときに当たっちゃいますから、と痛いので、はいはい、その辺をちょっと気遣いを入れました。素晴らしい、はい、ありがとうございます。もう入り口から気遣いが、はい、あともう一つちょっと僕この床、はい、
床のシート、はい、貼る車は結構見たことあるんですけれども、そうです、これリアルな木ですよね。あ、はい、あのリアルな木でして、はいはい、木材になります。フローリングの板を貼っております、はい、で表面はですね、はい、UV 塗装をしておりまして傷つきにくい塗装になるんですけども、はい、あとこれですね、ハンドスクレープという手法を取ってまして、はい、あのわざとこうちょっと彫り込みを少し入れながら、そうですよね、はい、木のやっぱ質感を出すため の、はい、あの加工をしてます。なるほどですね、はい、なんか本当にあのお店とかに使われてるやつですかね。そうです、実際お店で使われてるものでして、そういった専門のフローリングなってるんですね、はい、なのでここはちょっと、ね、はい、シートではないっていうとこですね、はい、はい、ありがとうございます。ちょっと僕一回中入らさせてもらっていいですか。はい、すいません、お邪魔します。ふふふふふ、これ伝わるかな雰囲気が全然違う、あの車じゃないありがとうございます。なんやろ、ちょっと天井から触れましょうか。はい、天井が、はい、まあ、最近よく木張ってるハイエースよく見るんですけど、はい、なんか全然雰囲気が違うんですけど、はい、一回天井とのこの木の間にこの黒挟んでるじゃないですか、はい、はい、これはですね、はい、あのこのやっぱり立体感を出すために、はい、あの裏地のこの木をプロに塗装しております。これはじゃ あの車の屋根にペチャってこれを直接つけるんじゃちょっと生きてこないんですね、この木が。あ、そうですね、あんまり僕聞いたことないですもん、はい、ここに一回木挟むとか。あ、はいはい、であとまたこのダウンライトがちょっと暖色系で、はい、ちょっと優しい色の感じですね。 はい、あと皆さんちょっと多分気づいてらっしゃるかもしれない、ここにあのねラインライト、はいはいはい、こういうのを1本、まあ、両サイドに入れてるんで、はいはい、これも多分夜めっちゃ雰囲気良さそうですね。そうですね、はい、実際あのちょっとこれ調光式でして、はいはいはい、このように。あ、ほんまや。でサイドもこのように。あ、ほんまや、消したり、はい、明るくしたりとか、はい、いやさすがいいですね、はい、あと皆さんこの車のここの鉄板のところ、ここもちゃんと塗られてて、もう多分リアの方のところ部分ですね、塗られてるんで、やっぱり同じ色ですと車っていう感じがすごくしちゃうので、うわー、この辺のこだわりですよ。僕があのイベント会場で見て、あのどうしても取材したかったのはもうこういうとこなんですよ、はい、ありがとうございます。あとはもうその家具なんですけど、はい、これ今ちょっと対面モードじゃないですか、はい、シートの展開的にはどういったのがあるんですか。このテーブルの方を取り外していただいて、はい、でこの背もたれをですね、はい、向こうに倒すことができまして、はい、でこのシートもフラットにできますので、じゃあ全部フルフラットになる。そうですね、はい、2m の 120cm ほぼの就寝スペースができるってことなんですね、はい、ちなみにこれは一応乗車モードもできるんですよね。今こっち向いてますけど、はい、これがシートがレボシートでこっち移って、前と33の6名乗車、はい、あ、そうです、はいはい、で就寝が2名ですか。はい、大人2名、はいはい、あとオプションで、はい、あのこの上にですね同様のマットを敷き詰めることができまして。なるほどなるほど。で上にも大人が2名で出ます。ますので、オプションでじゃあマットを追加すれば、はい、4名就寝、そうですね、はい、できると。ちょっとラップしちゃうんですけども、はい、上と下とで、はい、あの4名寝れるよってとこなんですね、はい、うわー、これはでも素晴らしい。だから家具の高さはじゃあ一緒なんですね。はい、左右一緒ってことですね、はい、ありがとうございます。はい、そしたら榎戸さん、はい、この対面モードからベッド展開、はい、ちょっとそちらの方の展開ってやってもらってもいいですか。はい、かしこまりました。はい、このテーブルの方をちょっと取りまして、でテーブルの方はこの下に入れれますので、はい、これがベッド展開になります。はい、はい、完成です。はい、ありがとうございます。す、はい、すごいギミック。あ、ギミックまずね、この椅子が前向いたり後ろ向いたりこうやってするんですよね。はい、はいはい、なのでちょっとあのハイエースの純正のシートではないんですけれども、はい、ちょっと特殊なあのレボシートっていうのを使用していると、はいはいはい、で後ろの部分の、まあ、背もたれだった部分がベッドになって、はい、まあ、言うたら置くだけですね。そうですね、はい、置くだけですね、まあ、これもパチャンって倒しておいたらちょうど同じ高さになると、はい、これは広い。ありがとうございます。これは広いですよ。ちょっと寝転がらさせてもらっていいですか。はい、すいません。じゃあまあこっち側にしますね。
僕がねもう身長言いますよ、皆さんコメントで身長言えっていうんでねもう大体165です。で今どうやろう足、まあ、ちょうどシートの切れ目に足乗してもう手伸ばしても十分、横はこれぐらいなんで、まあ、どうですかね、やっぱ大人2人ぐらいですかね、これぐらいあるんでね、はい、なので広さは十分あります。あと今一つ僕ちょっと気づいたんですけど、はい、このシートの生地なんすか。これですね、アサヒカ製のですラムースという素材のものでして、はい、まあ、汚れとかも拭いてすぐ取れますし、はい、ペットとかこう引っかいても、はい、破れにくい素材ですので、はい、まあ、これもカバーなので、まあ、取り外して洗えることもできますので、はい、めちゃめちゃ気持ちいいこれ、はい、これ辺はね多分ちょっとね言葉じゃ伝わんないんで、もしね見る機会あったらぜひ、はい、あの素材でもこういうのもやっぱ家の素材から来てるんですか、なんか使用されてる時の、ね、はい、色もいっぱいありますので、はい、でまあ、この辺は選べると、うん、そういうことですね、はい、あ素晴らしい、ありがとうございます、はい、あと高さもね僕やったら全然大丈夫なんで、はい、はい、全然いけるかなというところですね、はい、あとここの素材、はい、なんていうんですかこの 木ですけど、はい、これもですね、はい、オーク材の付き板使ってまして、はい、合板にですね、はい、あの実際 の, このオーク材の薄くスライスした木の板を貼ってるんですけども、はい、でこれが通常だとコンマ2ミリなんですけど、それをコンマ5ミリの厚い板の短板というものを貼ってまして、はい、で、あの、まあ、少しでもちょっとこう木の感じを出せるっていうのと、はいはい、あと上に UV 塗装してまして、あ、さっきの UV 塗装、そうですね、はい、でこれも傷に強くて、はい、まあ、上で物を置いたりかけたりとかできますので、はいはい、まあやっぱそういうところはやっぱこう建築の部分のノウハウが生かされて、あ、そうですね、だからもう家作ってるのと一緒ですよねこれね、ありがとうございます、 すごいですよね。あと皆さん見てほしいんですけど、この角落としてますよね。あ、はい、落としてます、はい、はい、皆さん当たり前のようにねされてるんですけど、実はこういうのも一手間やっぱ全然かかってますからね。この辺の角落としてます、ここも。なんであの子供さんとかね手切ったりとか怪我したりとかもしないように、こういうちょっとしたところ、まあ、パッと見たらあんまりわからない部分かもしれないんですけど、すごく丁寧に作られてる、まあ、もちろんこの辺も角全部きれいに落としてますし、はい、はい、っていうところですね、ありがとうございます、はい、あとは、まあ、ライトとかがあるんで、はい、サブバッテリー入れられてると思うんですけれども、はい、まあ、ここがその電装系、ここシガーで、はい、こっちが USB2、はい、口ありますんで、はい、で、あ、ここが AC が2つあって、まあ、はい、ボルトメーターですかね、はい、でこっちが先ほど言われてたあの、はい、ライトを調光する、ね、はい、スイッチになってますね、はい、この辺がなんか作りがもう一つ一つおしゃれ。これ扉は何なんですか。そこはもう物入れになります。物入れ、はい、ちょっと開けさせてもらいますね、はい、あ、綺麗になってるわ、はい、で、そこ板が一応取り外しができて、中にあるサブバッテリー電装関係のメンテナンス、ね、はい、はい、も兼ねてます、はい、なるほど、あ、電装系ですね、はい、これはまあ寝る時の展開なので、あのカーゴモードというか荷物目いっぱいどれぐらい積載できるかの、はい、シート展開もちょっとね、はい、一回やってもらいたいと思います。はい、じゃあちょっと今からカーゴモードにします、はい、完成しました、はい、ありがとうございます。さん、まあ、はい、広いっすわ。もちろん長尺の門も置けますし、はい、1個あったあの対面モードの後ろの座席の、まあ、板を乗ければ、まあ、はい、もちろん中に置いておいてもらってもいいですし、使わないときは別に家に置いておいてもらってもいいですし、あともう一つね、僕またね、ごめんなさいね、この皆さんタイヤハウス見てください。これタイヤハウスをこういう風になんていうんですか、カバーするはい乗って僕初めて見ました。そういうのをなるべくも隠しちゃう、はい、なるべく隠して、はい、おしゃれですよある意味で、まあ、なんていうんですか、ここにシャワーあるじゃないですか、はい、これはですね、もう外でちょっと使うようになってしまうんですけども、はい、こういう感じで、はい、ここにシャワーのボタンがありますので、これで、はいはい、モーターが回ってビューって出る感じ、はい、え、ちなみにシンクはないんですか。今この仕様はちょっとない状態のものです。あ、そしたらこの車両は8ナンバーではなくて、はいはい、4ナンバーですね、はい、なるほど、はい、じゃあここに水タンクとかがあるってことなんですかね、はい、そうですね、水タンクあって、まあ、バッテリーがあるって感じですね、はい、シンクはこれ後付けできるんですかね。あ、
そうですね、ちょっとまたその時にバッテリーとかのレイアウト変わっちゃうんですけども、はい、あのつけることは可能です。あ、なるほどですね、はい、まあ、一応今回デモカーに関してはないバージョンといいますか。はい、そうです、はい、っていうところですかね、はい、ちょっと装備の話で言うと外部充電もちゃんとあるので、はい、オートキャンプ場とか行けばここから電源取っていただいて中の電装系が使えるかな、ね、あの家庭用の器具も使えるのかなっていうところですね、はい、あとやっぱ最後ねちょっと価格とか行く前に、はい、まだ言い忘れてることあると思うんで気付いたとこ言ってもらっていいですか。よろしいでしょうか。僕も気づけなかったかもしれないです、はいはい、こちらのですね、はい、このキャビネットなんですけども、はい、こちらに使われているこの側面のこの色ですね、はい、あ、この塗料、はい、塗料じゃなくてですね、はい、メラミン剤という化粧板を貼ってまして、はい、でこれがですねマット調でして、はい、室内のこのアイアン色に、はい、まあ、合わせた色としてます、はい、あと、まあ、これもですねうっすらとちょっとこういう傷とかもですねこすると落ちるというか、まあ、消えるので、はい、キャンピングカーとしてはやっぱりちょっとこすると傷だらけになりやすいのを、はい、目立たなくするような素材を使っております、はいはい、なるほど、はい、全然気づきませんでした。 あとまあ僕ちょっとごめんなさいさっき触れなかったんですけどここ後ろも全部塗られてますよね。あ、はい、はい、あのこちらの板金と同じ塗装でもともと木の板が貼ってあったんですけども、はい、それも一緒に塗っちゃいました。あ、もうここも全部統一色で。なるほど、はい、あとは何かあったりするんですか。はい、あとはですね、はい、こちらの間接照明になるんですけども、こういった床のですね、はい、せっかくのこういったハンドスクレープといったこういった処理とかですね、はい、目立たせるために光を当てて荷物も分かりやすくするために、はい、あの入れてます。あ、はい、なるほど、ごめんなさい、はい、僕は明るかったんで、はい、ちょっとあんまり気づかなかった。確かにタイヤハウスの上と、まあ、こっちの、ね、両サイドにもあるんですけど、はい、間接照明が、はい、そうです、用意されてるとね、はい、夜もいい感じに映ります。多分すごい綺麗な雰囲気になってるのかなと思いますんで、はい、はい、で、あとまあ早速やっぱ皆さん最後気になるのはやっぱ価格、はい、納期、はい、この辺になると思うんですけど、はい、今回まあベース車両が、はい、ハイエースのロング、はい、の標準版です。はい、はい、で4ナンバー、はい、これ今紹介させてもらったんでおいくらぐらいなんですかね。はい、478万5000円から税込み、はい、になってると。今回紹介させてもらったもうほぼほぼ全部含まれてるんですよね。あ、そうですね、はい、あとちなみにオプションでってなると何がオプションになるんですか。あのインバータの方が今これちょっと300入れてまして、300ワットの方入れてまして、これが1500ワットに変えられるっていうのと、はい、大きくしたりとか、はい、容量大きくしたり、はい、はい、でバッテリーの方もリチウムに変えられます。なるほど、はい、はい、あとはまあエアコンですね、はい、12ボルトのエアコンがつけられるっていうのと、はい、あとソーラーもつけられると。あ、いうことで、はい、あとまあ二段ベッドを作る時の、はい、まあ、マットっていうか、ね、あの、はい、それが、はい、まあ、オプションになってますので、あ、まあ、その辺は、はい、あのご相談いただければいいんじゃないかなってところですね。あとカーテンもですね、すいません、ごめんなさい、はい、カーテンも今ちょっと今回はついてないんですけど、はい、オプションでつけれるよってところですね、はい、ありがとうございます、はい、もう本当ね皆さん見てほしい現車を一つ一つが細かく、はい、すごくプロフェッショナルです。はい、はい、ありがとうございます。なのでぜひねこの屋根、ね、どうやろうな、イベント会場とかもあんまり見れへんかもしれないですけどね、まあ、こちらの店舗の方に来ていただいたりとか、はい、ぜひ、はい、あのすぐそばにジブリパークありますんで、はい、あの遠方の方でもあの、はい、ちょっと旅行がてらに来ていただければいいのかなというところですね、はい、あとやっぱ皆さん気になるのは納期、車がご用意できた時点から、はい、3ヶ月いただければ準備できます。あ、施工に3ヶ月、はい、え、車が用意できてからってことは、え、これってひょっとしたら持ち込みも可能ですか。あ、可能です、はい、あ、そうなんですね、はい、大丈夫です。なるほど、はい、そうか、あの今もしねあのキャンピングカーの業界ちょっと納期長いので、まあ、乗ってる方もしくは車自分で探されて持ち込んで、そしたら施工にまあ3ヶ月かかるっていうところですね、はいはい、これ皆さんよくないですか。すぐ乗れますよ、なんなら。え、ちなみにその施工だけといいますか、はい、まあ、その車両代は除かれるので、はい、施工代やとこれいくらってことですか。そうですね、約、まあ、ざっくりなんですけど、はい、まあ、150万ぐらい見ていただいて、はい、たらもうまんまこれになるんですか。まんまですね、はい、え、この塗装とかちゃんとやってくれるんですか。あ、その通りですね、はい、いやこれちょっとやばい、多分納期3ヶ月じゃなくなりますよ、はい、多分これ今見てる視聴者さんが。そうですね、だって、はい、こっちの方が安く早くキャンピングカー乗れるじゃないですか。そうですね、今日紹介させてもらった、はい、あのデモカーの、まあ、同じような車両を用意していただければ、はい、納期3ヶ月ぐらいで作ってくださるというところですね、はい、はいはい、大丈夫です。素晴らしい、はい、いやもう車まんまもね結構いい価格
かなとは思ったんですけど、あ、まあ、はい、そういったサービスもあるんやったらそれはもうめちゃめちゃ嬉しいですね。ぜひとも、はい、ありがとうございます、はい、多分ね、あのキャンピングカーショーとかには出店されてない店舗さんですので、はい、あんまり見る機会っていうのがちょっと少ないかもしれないんですけれども、はい、まあ、雑誌であったりとか、はい、店舗の方であってですね、あとレンタカーもされてるんですよね、はい、そうなんです。一番安い車両ですと12時間で1万2000円からやらさせていただいております。はい、はい、ので、まあ、そういった、はい、あの、まあ、実際に乗る前にねレンタカーでちょっと、はい、あの試していただいて、あ、そうですね、はい、こういった車両を最後購入する時の検討材料にしていただければいいんじゃないかなと思います。はい、はい、ありがとうございます、はい、そうしましたら今日の動画良かったよって方は高評価ボタンとチャンネル登録をバンと押してください。あとですね、はい、ニッカさんの詳細に関しましては概要欄の方に貼っておきますのでそちらからご覧ください。そうしましたらまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、えのきどさん。はい、さよなら。いや、えのきどさん、はい、もっと喋ってくれないと。あ、いや、もう本当緊張してまして、もう待ちの状態でした本当に。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございました。モーターズチャンネルではスポーツカーからキャンピングカー、最新の車にパーツ情報など車の面白さを伝えるために僕たちが日々走り回っています。あなたの好きな車が出てくるチャンスがいっぱいあるので、ぜひチャンネル登録してください。登録したらベルのマークも忘れずに。